こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は最新鋭ステルス戦闘機を全部で147機導入予定だ。そのうち、F-35B ステルス戦闘機を42機導入する予定。この F-35B ステルス戦闘機は、なんと短距離離陸、垂直着陸が可能なステルス戦闘機だ。もう知っていると思うが、この F-35B ストベル機を艦載可能にするために護衛艦出雲や加賀の改修が決定している。その改修一番艦になる出雲が、ようやく改修スタートしたとの情報をキャッチした。詳しく見ていこう。2020年6月、日本の接続水域内を潜航したまま通過した中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の追尾、警戒にあたり、海上自衛隊の護衛艦、加賀も、対応に出ていたことが報道によって明らかにされた。高い対潜哨戒能力を有する護衛艦、加賀は、今回の対応でも主体的な役割を果たしたと想像に難くないが、同艦の同型艦にして、一番艦の護衛艦、出雲は、航空母艦化の改修工事に入った。護衛艦、出雲は、2018年12月に閣議決定された内容を受け、神奈川県の横浜にあるジャパンマリンユナイテッドの磯子工場において、1段階目の航空母艦化改修工事が始まったとものだ。1段階目と表記したのは、今回の改修工事が大きく2回に分けて、実施されることになると考えられるためであり、この後護衛艦、出雲は、アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験を挟むと考えられる。そして、2025年頃に、ようやく2段階目となる航空母艦化改修工事を経た後に、おそらく2027年頃に晴れて護衛艦、出雲は正式な航空母艦として、再配備されるスケジュールで進むものと見られている。ちなみに、護衛艦、加賀の改修工事は、これより2年遅れて、2022年頃の開始が見込まれているが、護衛艦、出雲と違い、一度で改修を実施するため、航空母艦としての完成は、逆にこちらが早いと考えられる。アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験は、これまでに就役している航空母艦、イギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールも実施しており、F-35B 戦闘機の運用を行う上での必須項目だ。日本においては、航空自衛隊所属となる F-35B 戦闘機の運用訓練も、護衛艦、出雲、加賀、の改修と同時並行で進められると見られるが、アメリカが岩国基地に配備する同機を用いた訓練も含まれよう。どちらにせよ、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦としての戦力化は、今の予定では2028年頃が最短だと考えられており、完全な戦力化までは、さらに、ここから2年ほどを見込み、必要がありそうだ。
航空自衛隊が調達する F-35B 戦闘機の数量は、現状で42機が予定されており、航空母艦化改修を終えた出雲、加賀、には6機1組の、飛行小隊単位での運用が行われるものと考えられる。しかし、日本政府は、改修が完了し、航空母艦となった出雲、加賀、に対しても、常時 F-35B を艦載機とする運用は行わないと表明しており、今後、これがその言葉通りとなるのか否かも注目だろう。護衛艦出雲、加賀の航空母艦化改修が表明された後、カタパルトを装備しない同艦2隻では、固定翼の早期警戒機イニティや、空中空輸機の運用ができないとして、作戦能力の限界を指摘する声もある。これに関しては、例えばアメリカ海軍のような大型の原子力空母であれば、まさにその通りだろうが、護衛艦、出雲、加賀、が、モデルケースとする艦艇では、世界的にもごく一般的なことだとも言える。具体的な例としては、アメリカの最新鋭、アメリカ級強襲揚陸艦でも、固定翼、機の運用はできず、先のイギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールでも同様である。イギリスのクイーン・エリザベスは、哨戒用のヘリコプター運用を想定している模様だが、確かに、こちらの調達にも苦慮しており、最大50機近くの艦載機を搭載可能な艦艇としては問題だろう。しかし、翻って、日本の護衛艦、出雲、加賀の艦載機数は、6機前後であり、アメリカ級強襲揚陸艦も、最大で約20機程度のため、F-35B 戦闘機に実装されるレーダーの相互リンクで代用するとみられる。この運用は、確かに、早期警戒機 E2D に比べて、大幅に遠距離の索敵能力に、劣ることは事実ではあろうが、あくまで F-35B 戦闘機を艦載機とした。限定的、軽空母的な運用においては許容範囲内なのだろう。今回の護衛艦、出雲の第一段階の改修工事には約31億円が投入されるが、これは飛行甲板の耐熱加工や発着管時に必須の誘導灯などの設置に充てられ、大規模な改修は2回目になるとめされる。一方で艦載機となる F-35B 戦闘機については、2020年度予算で約793億円が計上され、ここに最初の6機の調達費用が含まれており、概算で1機あたりがおおよそ132億円だということが見て取れる。今後、F-35B 戦闘機は総数で42機まで調達することが決定しているが、これらの配備先となる、例えばアメリカ軍で言えば岩国基地などの地上の航空自衛隊基地がどこになるのかは未定のままだ。個人的に、早く約国が買収を決定した鹿児島県の馬毛島あたりに、新造される拠点に、これら42機の F-35B 戦闘機の機体の一部が、
配備されることは間違いないのではないかと推察する。これは馬毛島がアメリカ軍の空母艦載機の発着訓練場になることや、現在の日本が置かれた中国からの南西方面の脅威を考慮した場合、最も合理的な地理上からの配備場所になると思えるからだ。